見てこれ。ガキども、どうした。ストローにでっかいコップや。便利やね、これ。この赤だ。いいよいいよ。でででモーストハンサム。モーストハンサム。You! ナイス。ナイス。Nobody。Oh my god! Oh my god!最終日の目標は稼ぎに稼ぎまくって晩ご飯を外で食べよう。はい、例の目標なんで、ちょっと今日も一日頑張りたいと思います。はい、どうしますかね、今日は。どういうプラン。ほら、2日目と違って朝ごはんなしです。そうです、やばいんです。危ないです、これ。これやばいです。で、多分今日は家に戻ってきませんですよね。おっと、はい、だからあのパスタが意味なくなりました。わー、なんでちょっと本日は一日ミッションちょっとかなりこなして、最後のね、夜ご飯代稼ぎたいところなんですけど、なんとちょっとここで秘宝がございまして。なに、あのサムネ撮り忘れてました。わー、ファンタスピー。まあまあまあ、でもまあ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 、とりあえずサムネだとすぐ撮れないっていう、なのでそのサムネがダイヤモンドヘッドのいただきです。わー、お前グロメス。死人が出ます。サムネ後どこに映ってません。朝食なしのダイヤモンドヘッド登頂。妹さんよりヤバいで。サムネ忘れてたんで、ちょっとダイヤモンドヘッドの写真を見返してたら、一番ダイヤモンドヘッドがハワイっぽかったんで、ちょっともっちゃん登らなくてよかったんですけど、初日はちょっと今から全員で登ってサムネ撮影のためにムチンで。もうなんか俺だけ切り抜きとか無理。無理。グリーンバック。マジに切るって。無理無理無理。俺がする。絶対に無理。あ、でもテキパキ、多分往復1時間半ぐらいで終わるんで、ダイヤモンドヘッド登って、そっから今日の稼ぎをやりたいと思います。はい、はい、では今日も一日最終日頑張りましょう。レッツゴー。はい、ということで3日目スタートしたわけなんですが、はい、ダイヤモンドヘッド登るって言ったんですけど、ミッションの中にピルボックス登頂せよっていうハワイの一番簡単な登山コースみたいなミッションがあったんで、うん、ダイヤモンドヘッド行くよりはそっち行ってサムネ撮った方が効率的かなと思ったんで、うん、そのミッション、そう、そのミッション忘れてたんで、最終日初日はピルボックスからスタートしたいと思います。はい、でもここはあやちゃんとトアも登ってるけど、俺が見る限りダイヤモンドヘッド行くと、は道が険しい。ピルボックスが1個目と2個目のポイントがあるらしくて、やっぱ2個目まで行かないとダメなんで、あ、まあ、往復1時間半ぐらいかかるっぽいんで、オッケー、頑張ります。なるほどね。水買ってくれよかったな。またほんまや、もうないや。まあ最高俺置いていって。ダメやで、サムネ取らなあかんから。サムネやから、だから合成で無理やって。これバカ駅であるかもしれない。行きましょう。スタート。ピルボックス登頂。レッツゴー。こんな険しいなら靴でよかった。俺またサンダルやねんけど。道めちゃめちゃ険しいで、これ大丈夫。うわ、やばい、見てこれ。あ、これやばい、おもっちゃん。あ、っていうかこれサンダルえぐいわ、これやばい。はぁ、アスレチック。ドライビングやんけ、もうアスレチックや。じゃあ行きましょう。あ、やばい、虫多い、やば。うわ、ちょっとでも楽しようとしてる、こいつ。いや、知恵を振り絞ってって言ってくれ。そらそら。待って待って、やば。ビッグサンダーマウンテンのマジでやばい。大丈夫、早く行こう。え、ヒロトの方のコースやばくない？こっちやばい。あ、これほんまに靴でこのあかんやつ。サンダルやばい。だって見て、これ登り用のロープあんで。ほんまや、すげえ、めっちゃ走ってきてる。ある、すげえ。おお、アメイジング。Thank you。あんな人おんの。あれ、意外といけてるやん。もう今下山したい。あ、ほんまや、もうサムネやん。サムネでよくない？確かに。街もあって、山もあって、緑もあって。
全然これ中間ポイントでもないけど最初多分登って 50m ぐらい。いけ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 、待つ待つ、疲れた、もう限界かもしれない。でも結構上がってきたんじゃない？だって俺ら最初行ったとこはあそこのゴルフ場だよ。もう結構来てるかも。頑張ってください。おっちゃんファイト。やばい、おっちゃんこれやばいわ。ほんまに気をつけなあかんわ。おっちゃん、よし行くぞ。いけそうか？いけるな。時間かけや。もうカラスや。ファイトー。いいか。よし。俺は手使わずに。こんなのってます。なんじゃここのコースは。こんな足場、ここに足かけて、ここに足かけて、そんなやばい。さあ頂上が見えてきました。意外と早いぞこれ。すげえ。やばこれ落ちたら死ぬな。よしラスト行こう。いいペース、いいペース。さあ、ということで、多分、中間ポイント的なところに着きました。あ、また来た、もう、テスト。ああ、ある、見えた。お前、あるやん。あっちや。すごい、でも見て、あの奥。壮大な海が。マジ。めっちゃ映えてんだよ、あの子。ほら。です。ナイス。多分、これ中間でしょ。中間やな。あそこやろ、行こうか。ほんまにこれちょっとのおかげだ、死ぬで。ほんまやな。あ、もうゴールやん。おそらくあれがゴールです。もうちょっと。さあラストです。最後の坂行きましょう。だいぶ時間を見つかるんじゃない。うん、いや30分ぐらいちゃう。ちょっと残ってきた。うん、結構。 OK ゴール、到着。フィールバック到着です。 OK。 ラスト。ゴール。マジもうエベレスト登っていけないよ。もう勘弁勘弁。ということでフィルボックス登頂成功しまして、はい、待ってた景色がこちらです。 Beautiful So beautiful。 風がすごいですけど綺麗です。これなんかパッケージよこれ。ダイヤモンドヘッドとはまた別の景色が広がってます。ニヤマ制覇してるね。ニヤマ制覇してる。ということで改めましてビルボックス登場。よいしょ。ボー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 言うてると思いますけど、はい、登場しました。これにてビルボックス登場成功談で20ドルゲット。よっしゃ、よっしゃ、ありがとうございます。これはやっぱ20ドル以上の価値あるよ。あるあるある。登ってよかったやろ。登って、あ、よかったですね。あの、いや海外の人たちってほんまに綺麗な。釣りショット。あれ、英語で任務しとこうぜ。これ一生の思い出です。じゃあ帰りますか。やろう。さらばビルボックス。ビルボックス。バイバイ。
はい、ということでただ今ピルボックスを登頂いたしましてワイキキに戻ってきました。わー、やっぱ天気いいわこっち。そっちマジいいな。マジちょっと晴れてんな。カンカン照り、えぐいねこれ。カンカン照りです。はい、なので、ここからは、まあ、最終日ってことでもうちょっとお金を稼がないとご飯食べれないんで、はい、今日外食できないんで二手に分かれます。はい、まず一つ、はい、ハワイで有名なこの木何の木気になる木はもう誰でも聞いたことがあると思うんですけど、あのでっけえ木がハワイにある。あで、その木を見に行くのが一つ、はい、で、もう一つがその間にハワイで髪の毛を切る。髪の毛を切る？木を見に行く人、髪の毛を切る人で分かれます、はい、なるほど。はい、なのでどうします、ジャン負けで髪の毛切る？いや、俺が行きます。あれなんで？いや、切った方がかっこいい。かっこよくなる。これ以上に？ね、切りたいの？切りたいでしょ。自分のあれできひんだよ。おすすめでって言うんだよ。あれ？いや、だってこっちのスタイリッシュアメリカンヘアにしてもらうねん。どうする？編み込みとかされたら。いいよ、編み込みの。いいの？じゃあ。いいよ。え、俺ら行くでじゃあ。いいよいいよ、行ってき。俺むしろこっちがいいもん。ありがとう。逆にあの文句言うねん、かっこよくなってきても。まあ文句は文句は言わない。どうあるしな。で、おもろかったら盛大に笑う。それは笑ってくれよ。それで笑ってもらえなかったらそれは悲しいから。じゃあトール、ヒロトについて行ってもらっていい？わかりました。ちゃんとあれやで、ヒロトかっこよくって言わんように言っといたの。わかりました。トールがちゃんとハワイのおすすめでっていうのは英語で注文してよ。了解です。じゃあ任せた。行ってくるわ。でもこれやったら100ドルやから。そうやな、100ドルでかいよ。でかいね、100ドルは。じゃあ俺ら行くからもう。うん、じゃあよろしく。行ってき。行ってくわ、ほんまに。うん、行ってろ。あー楽しみやわ。感性バグやわ、あいつ。かっこよくなっちゃおう。はい、ということで僕らは木を見に行く組です。はい、まさか名乗り上げてくるのがもう美味しい美味しい美味しすぎるやろ。美味しすぎよ。やる気もなかったもん、もうまずこのミッション。ガチですよ。罰ゲームやもんな。うん、あんな笑顔で行くと思うかと。染まってんねん。なんでじゃあちょっとヒロトがおすすめの髪型してる間に俺らは木を見に行きたいと思います。レッツゴー。木を見に行くって何やねんの。まああれも有名ですから。有名ですからね。うん、よし、じゃあ木行くか。行こう。行きましょう。じゃあ木見に行きます。じゃあ行きまーす。よっしゃ、レッツゴー。はい、ということでハワイのヘアスタロンにやってきました。というわけなんですけど、まあ、早速店内入ってちゃんとあの予約もね通るにしてもらっていたんで早速切りに行っていきたいと思います。チョキチョキチョキ。絶対かっこよくなると思うんだよね。あの腕前は完璧らしいです。おお、パーフェクト。さあ、じゃあ行きますか。はい、Please make him handsome. Oh, okay. Handsome. さあ、果たして一体どんな髪型になるのでしょうか。 Okay. Go ahead and stand for me. Okay. 待って、初手刈り上げ？初手刈り上げや。 Do you have confidence to make him handsomeyes, I think I do. おい、なんでそっちでかだけで買いまするんだよ。かっこよくする自信あるって聞いたら、もちろんもちろんあるよ。おお、Thank you, thank you. ちょっと、初手刈り上げで不安ですが、切っていきたいと思います。楽しみにお待ちください。ハンサムになる僕をね。はい、ということで、僕らは今、この木何の木気になる木の隣の公園にいます。はい、なんでその公園なのか。ほら、これだけ広がってるんですけど、はい、見つけました、木は。見つけました。はい、僕たちの後ろにあります。はい、この木何の木気になる木はこちらです。あの一丁奥のでかいやつ。はい、手前のこれ見えるでしょ。これなんですけど、なんと本日コロナウイルスで公園に入れないらしいです。臨時休業ってやつだ。あれは多分管理人さんです。職員さんやな。そうだ、はい、いやでもまあ取ることはできたからね。できたよ、もういいよ。成功これ。成功やろ。お金もらえんのこれ。もらえるよ。もらえるよ。だって仕方がないんだから、行きたくても行けないんだから。まあしゃあないか、これはさすがに。しゃあない。そうよ。フェンス越しでしかちょっとお届けできませんが、まああれ果たしてあれなのかもわからんけど、何個もあるから。
まあしょうがないですね、これは。これは仕方がない、ちょっと入れないんで、はい、まあ一旦この気になるの気になる気の近くまでは来たんで、はい、クリアでいいでしょう。よっしゃー、はい。さあ、ということで、頭を洗ってもらっています。カットは終了かな、カット。さあ、果たして僕はどんな髪型になったんですか。なんか俺顔でかい顔でかない。Oh, so good. Very good. イヒロさん、話しかけてください。 Look handsome? Look handsome? Oh my god. Oh my god. さあ、ということでヒロトの散髪が終わったそうなので、はい、一応今ヒロトとトールと合流しました。はい、だから僕たちはまだヒロトの髪型見てないので、一旦ヒロトにこの真ん中に登場してもらって、せーので目を開けたいと思います。ウェイ。はい、でお任せで切ったらどんな髪型になってるのか。はい、はい、じゃあ早速ヒロトに登場してもらおうと思います。じゃあヒロトお願いします。立った？立ちましたよ。あ、来た。立ちましたか。どんな感じ自分的に。ちょっともうやりすぎちゃったねって感じ。あれ、やりすぎた。かっこよくね。あれ、あ、そっち、うん、満足だ。満足。おお。じゃあちょっと早く見たいんで、うん、早速いきたいと思います。じゃあせーので目を置きましょう。はい、ではいきます。せーの。あれ、なんかお前石川時代に戻ってないか。あれ、あーね、これでもちょっとセットしてるんだけど、うん、タルチってアップバンクやねんけど、おー、なんか海外の人っぽい。トップが長い感じやな。そうそう、トップが長くてこうバリカンでシャーっていかれたんや。え、初手刈り上げ横全部いかれた、うん、初手刈り上げから始まってでも似合うな。え、似合ってる似合ってる。どうなん、自分的に結構満足。いや、満足でしょ。どっちの方が良かった、元と今ギリギリということで、ヒロトがおすすめで切ってくれたんで、はい、これで100ドルゲットです。イエーイ。ありがとう、ありがとうだわ。よく頑張ってくれた。なんかもうおもろかったけど、逆に。あ、マジで世界各国で切ってみたいな。はい、ということで車に戻ってきました。はい、ということで裏方からこちら130ドルですね、いただきました。はい、では一旦合計金額をこの時点で数えてみましょう。はい、では参ります。僕らが3日間稼いだお金、お札だけで301ドルあります。えっ、え、そんな稼いだっけ。300ドル超え出したか。もう稼げたやん。稼げました。だって1人割る5を単純にしてみ、6000円。60ドル。マジ。え、肉食えるやん。あー、飯食えます。外食タイム。だって40ドルぐらいの肉食ってチップも払って、もう完璧やん。ちゃんと食えるわ。ヒロトのおすすめのおかげで。えー、よかったよ。肉食えます。でかっ。その髪の毛がもう俺たちを使った。世界のハッピネスだね。こういうこと、協力って。そういうことなんだ、ピースって。なんで、はい、もうお金はもういいでしょ。もういらんわ。もう十分過ぎるよ。もういいよ。お金はもう十分集まったんで、今3時半です。はい、で、ワイキキ付近の美味しいお店が開く時間がだいたい5時。5時とかだね。なんで、1時間ぐらい余ってるんだね。1時間半ぐらいあります。はい、うん。最速でもね。うん。なんでも遊んでいいんじゃないですか。いや、もういいでしょ。だって最終日やし。最終日やし、もう山登りして俺も体はもう大変なことになってますから。やし、明日日本帰るし。し、最後ぐらい海でパーッと5人 で遊べばいいんじゃないですかね。やっぱこれおもろいな。海行こう。ウミガメ見つける手で。そうそうそう。運よく、そう、運よくウミガメイルカいたら500ドルになるから。いや、そうですよ。しかもあれだね、ウーパールーパーでヒロド食ったらまた稼げない。じゃあ海行きますか。行きましょうか。なんか最後はもう歩いて行けるしな、ここから。うん、歩いて行けるから車止めて海行きましょう。はい、よし。お疲れ様でしたか、とりあえず。もうそうだね。もうだから、もうこの旅でミッションは働き終え。よっしゃー。ウミガメさえ見つけなければ。まあ、ウミガメ見つけたらもうラッキー。もうラッキーだよ、ラッキーだよ。あ、500ドルが泳いでるみたいな。だからもうなんかガキのウミガメ見つけよ。ガキのウミガメ。じゃあ行きますか、ウミ。行きましょう。
ということで最終日最後の海でーす。こっちの海は初めまして。こっちの海初めてましてです。まあメインではないんですけど、人が少なめで結構はしゃげそうな場所です。最高よ、はい、では行きましょう。レッツゴー。うわ、魚おる魚。ああ気持ちいい、気持ちいい。え、めちゃめちゃ魚おる。あ、すげえ。やっぱ透明なんだよ。見て、すげえすげえすげえ。ありえないぐらいの量のデカいのやつおる。これ食う、これ食う、食うか。食べよう食べよう食べよう。ヒロト、ヒロト食え。もう一個見るよ、じゃあ無理だよ、無理だよ。じゃあヒロト飛び込みやっとか。オッケー、オッケー、3 2 1しゃがみよう一回、せーの。今までで一番いいんじゃない。モッツァとガチャマにやってもらって。気持ちいい。確かにモッツァとガチャマやってほしい。2 1 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 2 1
ああいい。じゃあおのおの出してく。オッケー。俺はネギシ。うわあネギシ。和食定食だ。俺は天ざる。天ざる。天ざる。天ぷらも日本料理や。天ぷらないと。最強焼き定食。わあ。いいな最強焼き。さあ和食だ。いいね。俺ジロー。俺ジロー。キャラ通り。じゃあ俺はガチでうな重。うわあ。浅草行けお前。えってかもう帰りの羽田でマジ寄らね。てかお前らハワイ楽しめよ。いや楽しんでるよ。このやっぱ日本に帰った時のワクワクも楽しみ。そうハワイの。まあ確かにな。やっぱどこまで行っても日本食が一番。いやいやちょっと。せーの。頭から。水位が高い。やばい。水位が高い。やばい。ムチ打ち。急遽始まりました手押し相撲大会1回戦ケイスケ VS ガチヤマ。はい、あ僕が勝とうと思います。はい、どうぞ。よーいスタート。うわあ！波で波で飲まれてんねん。よれ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 。何が強いねん。やっぱり金ちゃんも。ヒロとパーサスガチアーマー。レディーファイト。タイミングを押す。吸わない。吸わない。弱わない。うわ。ハガ。高橋。ガチヤマバーサス。ハッカー。レディー。ファイト。ほら強いやっぱこれ。あぶれ。あぶれ。あぶれ。決勝。決勝。岩袋バーサス。ハッカー。どっこい。バーグンバーザーシューグロレディーファイト。手だけやで、手だけですからね。全部外れやこれ。さあということでようやく今日初の飯やし、今日初飯やし、ハワイでちゃんとしたご飯は初めて。ポキ丼とかはまあ全員で1個やったからちゃんとしたご飯は初めてです。やばいな、違和感えぐい。3日目のラストにして耐えて耐えてお金貯めてハワイで一番人気のステーキ屋さんに来ました。
やばい。今は305ドルぐらい。うん。いやなんでちょっと考えて頼まないといけないですけども、一人一品は頼めるかなという感じです。はい。だからまあ大体チップ含めたら一人50ドルぐらい、うん、持ちがねありますよ。うん、あこんな感じでね。日本語で全部メニューは書いてくれてます。え、俺これにしようかな。マンハッタンフィレ何ぼ？47ドル。で、これライスで50しよう。で、それでいいやんな。それで、それここにしよう。え、じゃあ全員一緒？うん、一緒で大丈夫。じゃあ頼みますか。頼んでいこう。はい、マンハッタンフィレ5アンドライスハリボテンプ。 Do you want it rare? ミディアムレア。全員ミディアムレアでいい。オールミディアムレアアンドライス、ファイブライスエンドで。 Thank you。 何度も頼みました。はい、まあやっとやったりつけるよ。マジ一日何もここまで食わないね。久々やわ。久々だよ。今日マジで何も食べてへんよな。途中バナナ食うかってなってたんですけど。そうだね、まあ、最後の最後は耐えるかっていう感じで耐えました。今日はでもその分めちゃくちゃうまそう。ステーキ間違いない。この店の雰囲気もまたいいよな。テラス席やって、うん、バーカウンターみたいな。ここだ、ワイキキで一番有名なステーキ屋さんなの。なんか芸能人とかも来るみたい。あ、そうなんや。だから俺らは今から芸能人が食う味を楽しめるってこと。はい、ありがとうございます。これで芸能界の仲間入りです。なかなかないよね、ステーキでこの値段って。ないね。ないないない。だって日本円でしたら4万ちょっとやろ。一人1万弱やからね。あ、そっか。めっちゃ高級じゃん。そうだ。うまそう。あー、匂いがさ、よだれの匂いが、うまそうな匂い、よだれの匂いが。てかさっき俺1個だけ言っていい？マジでおもろいこと言ってんけど。おもろいこと？あの海帰りにトールとさ2人で帰ってたやん。うん。だ横断歩道待ってて、もっちゃんの口の匂いする。もっちゃんの口の匂い。うん。で下見たら腐ったアイスあった。あれか、信号待ちのところか。いや俺も薄々思ってたよ。あれあれこれかと思って。くっせえと思った。、うん、お前あれやで、お前の口の中の匂い。マジ？じゃあ俺まだいけるわ。まだいける。じゃあちょっとステーキ待ちましょうか。待ちましょう。はい、待ちましょう。ということでご飯が来ました。やばすぎて、やべえ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 、マジやべえ。来ました来ました、だん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 来ました。最高。うわ、えぐっ。一寸先が死やって今日。マジでそうだよ。では食べますか。到着しました。すいません、食べる前に一個よろしいですか。はい、どうしました。僕ここで権利を使いたいと思います。あ、例の例のダイヤモンドヘッド権利を使わせていただきたいと思います。俺がマジで腹減った時にお前の飯を分けてくれるっていう条件の元だったらいいぜ。でも腹減った時に、俺腹減った時にお前の飯を少し恵んでくれるっていう条件だったらこれちょうどよくない。だって俺もやっぱさ、確かに体力消費しちゃうから。ウィンウィンやな。お前とってわがまますぎるやろ。どういう権利でしたっけ。僕が本当にお腹を空いた時に島袋の飯を半分譲渡していただくと。はい。このお肉が半分なくなるってこと。ナイス。無理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 。じゃあマジでかわいそうだと思うから、うん、マジで優しさで、うん、お前ライス嫌いじゃん、うん、じゃあライス俺に恵んでくんね。肉全部あげるわ。あげる、ありがとう。いいのね、いいのね。はい。じゃあご飯もらいますよ。もらってください。プレゼント for you。では最終日、みんなで力を合わせてお金を貯めて食べれるステーキいただきます。いただきます。うわ、じゃあいただきます。いただきます。うまっ。うん、うまっす。
もう久々に咀嚼した。やばい、うめえ、マジでやば、最高、やばい、ほんまにバターちゃうな、やばいな、ほんまにうまい、うまっ、いただきます。呼吸するの忘れる、やばい、マジで、すごいうまそうです。乗せていただきます。マジ久々の咀嚼、うまー、うまそう、やばい、筋肉が痛くなくなってきた。早っ、マジで一人子やん。お料理になんかステーキハマりそう、うまっ、やっぱアメリカステーキレベル高、うん、マジで。うん、あーもうライス1個完食した。おかえりください。オールフードファイターが。でも、なんでかのギリギリね、このお金、うん、ありがとう。俺、ヒラトが髪の毛切ってないから、これくれてないから。よかった、完食しちゃったよ、もう早っ、うまい、チャーマン、ごちそうさん。めちゃめちゃ美味しかった。マジ腹パンパン、やばい、最高、このまま食べた、猛獣のように食べたら内容やん、めっちゃうまそうやし、めちゃくちゃ早いっすね。いや、めちゃくちゃ早い、極限状態。バナナ食うのも俺ら最終的に渋っていく。もちろん、ひどくちゃ待って、もちろん、やばい、いい匂いしてるわ。おかわりください。ということで、全員15分も経たないうちに完食しました。ごっさーん、マジで美味しかった。これなんていう店でしたっけ。アロハステーキハウス。アロハステーキハウス、もう本当にワイキビーチの目の前にあるんで、マジでハワイ来たらおすすめです。マジおすすめ。あのハワイの洞窟やね。ワクチブレがすごいもん。あー、I'm so happy。 ということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ということで、ステーキ屋を後にしまして、僕たちの全財産は、はい、お札がなくて、小銭のみになりました。小銭が3、4ドルぐらい、4ドルぐらい、4ドルぐらいか。いや、マジで血糖値バカ食いすぎて、本当に頭痛い。俺もマジで頭痛い。こんな一瞬できたの初めてかもしれない。いや、だってご飯2杯いってるから。そうよ、暴飲暴食にも程があったの。あー、いや、もうしょうがないよ。これができるんだったら一生デブでもいいかも。いや、無事お会計も終えたんで、はい、あとはお家に帰りましょうか。帰りましょう。はい、じゃあ帰ります。ゴー。はい、はい、ということでお家に帰宅してきました。ということで、ただいま時刻3日目にして9時45分でございます。はい、はい、僕たちはハワイにいる間、生活リズムが完全に健全になりまして、もう10時11時にはスイマーが来て朝の9時に起きるっていう生活してたんで、もう本日もヘトヘトなんでございますが、あと約12時間でこの3日間ゼロ円生活も終わりです。でも12時間って言うけど、もうあと寝て起きたらもうこの生活終わりなんで、うん、寝るだけやんな。もう寝るだけです。だってやることもやったし、うん、ご褒美として肉も食ったし、うん、はい、そんな感じで3日間ハワイゼロ円生活をお送りしてきましたけども、どうでしたかね、人生初の海外が。まあ僕とガチ山以外は初海外だったと思うんですけども、うん、いや、まあ最初
ちょっと抵抗があったというか、はい、やっぱ異国の地なんで言葉が通じないだったり、うん、その水が合う合わないとかなんかそういうのを懸念してたんですけど、いや普通に面白かったですね。何もできない自分が楽しすぎた。いやマジで、あの本当に外国人の人と喋るのが楽しかった、うん、なんか小学校の毎日のワクワク感これやったね。マジで新しい経験値。分かる分かる。あれなんか髪型変わってない？あれ、いや、あそこカットしないよ。あそこカットやで。あそこカットじゃないから。何があったんですか？何があったとか。カットとか僕知らないです。叫んだお前ら、あの100ドルで飯食ってんだよ10秒でバリカンになるやつな。そうだ。まあでもだから日本と違って声かけられることもまあないし、うん、全ての人が俺らを知らん人ばっかやったから、うん、マジ自由気ままに過ごす。うん、マジで楽しかったな。もうなんかそれ日本では絶対にないやろってことがハワイで起きるから、うん、例えばやけども店入ったもんカメラ回してとか、上裸で普通に店入っても OK とか、うん、ね、こんな俺らが上裸だった撮影ある？マジでないないないし、こんなに堂々と店で撮影するあれもない。ない。どんだけ OK 声出してても、もうそれがみんな普通みたいな感じでさ。そうだな。やし、やっぱ俺らがスパーって騒いでたら、その周りの外国人の方も一緒に騒いだりみたいな、笑ってたりみたいな。うん、まあ、あとはね、なんかまあ小馬鹿にされてるのとか多分いっぱいあったと思うけど、やっぱなんか笑われるのってマジ気持ちいいわ。改めて思った、マジで。だからみんな笑ってくれてたよ。そうそうそう。別にそれが小馬鹿にされてても、笑われてたらやっぱ気持ちいいよね。こっちが笑かしてるからね。そう、まあだから俺らも日本で海外の方に会った時はもう全力たっぷり尽くすで、うん、全力まるまる始めよう始めますよ、うん、優しくね、優しくソフトに、わからないことから教えてあげるとか、うん、そういうのはよりやっていこうと思いましたけど、うん、あとはもう海が綺麗すぎたね。いやそう、うん、まあ、日本で言ったらね、さ、日本海が綺麗とかなるけどさ、うん、レベルが違うわ。レベル違うね。透明やったもんか。クリアや。日本とは違ったことだらけでしたけど、まあ、なんとか0年生活終盤ということで。はい。でもなんかそのハワイどうこうじゃなくて、新しい0年生活システム最高。ミッションシステムね。あ、今までのってさ、どんだけ頑張ってうどんとかこれでもさ、伝わらんやん。伝わらない。いや、伝わらないね。カットしてるし、うん、どんだけ時間かかったの。難しいところだ。これ今回はやったらやった分だけ飯が食える。そうやな。マジで嬉しかった。やったらやった分飯食えるし、やっぱそのみんなにもそのハワイの良さを知ってほしかったから、うん、そのミッション性っていうのをやって、まあ、ハワイをいろんなとこ回れるようにっていうのを取り入れたんですけど、うん、ちょうどいい金額感やったね。マジっすか。そうやな、うん、今までのね俺らのゼロ円生活と比べたら、いや全然ご飯食べてるやんとなると思うけど、まあ、せっかくの海外なんでね、うん、だし動いてるからいつも以上に、そう動いてるからこそ普段のゼロ円生活よりもやっぱご飯が美味しかった。美味しい、うん、観光にもなったし、なんだかなんだかんだね。わけのわからん、ずぶとうどん食わなくて済んだしな。あれ7時間やで。やばいよな。昼から7時までやってたからな、あれ。まあなんでね、まあ、ぜひ僕たちの動画見てハワイ行ってみたいと思った方はぜひ参考にしてみてください。はい。じゃあ、あとは10時チェックアウトなんで、まあ、9時ぐらいに起きてパワッと用意してハワイを出たいと思います。はい、はい、では本日は3日目、お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさい。みんなおやすみなさい。ハワイナイスナイス。え、ハワイナイスナイス。はい、ということでおはようございます。おはようございます。はい、僕たちはホノルル空港にいます。はい、ということでこれにてハワイ3日間ゼロ円生活終了でーす。よし、乗り切った乗り切った。今までに一番やりがいのあるゼロ円生活やった。そうやったな。もういろいろと、もうすべてにおいて新しい経験ばっかやったから、楽しかったです。非常に最後のステーキの味は忘れません。忘れません。普通にうまかったな。いや、やばい、うまかった。あの白のバター最高に美味しかったです。うまかったな。だって円に換算したら結構な値段だもん。大丈夫。はい、ということで、まあ、これにてね、ゼロ円生活は終了なんですが、ここからあと2日間ぐらいはハワイ編の別の動画が上がりますので、はい、そちらはゼロ円生活ではないまた違ったハワイの動画が2本撮ってるんで、この後明日からその2本上がるんで、そちらの別のね、ゼロ円生活じゃないバージョンのハワイ編も皆さん楽しみにしていてください。はい、ということで、ここから
エスポの8月の動画が始まるので、はい、ハワイでスタートして、まあ、何で終わるか分かんないですけど8月の動画全て結構大きな規模の動画になっててみんな楽しめる動画になってると思うんで、はい、ぜひエスポの夏楽しんでください。お願いします。よいしょ。本当にいろいろ仕込んでますので夏は気合い入れるからね、はい、私たちコラボとかもあるしヒロと一人でとあるとこに行くとかあるしオーマイガーヒロとこの後もう日本に帰ったらすぐ一人で飛び立つんでマジマジスケジューリング考えてくれ頑張れ頑張れまあそれぐらいのやつはハードってことよ。そう今7月初っ端やから8月がもう怒涛にならないようにここでやってるからということで改めましてこれにてハワイ0円生活終了になります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。